民豪古墳は、三重県津市阿納町田畑上野にある古墳。形状は宝墳。民豪古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。三重県中部、阿納川右岸の京上峰から伸びる、大地上に築造された大型宝墳である。1949年に古墳として発見されている。墳形は、宝径で、一辺約60メートルを測り、宝墳としては、 全国第10位の規模になる。噴球の南北には作り出を付し、その独特の形態から双方中方噴とも故障され、作り出を含めると噴球長81メートル、高さ10メートルを測る。噴球は2段蓄成。噴球表面では、不禁石が認められるほか、円筒派に割ず、継承派には、末機器台が検出されている。また、噴球周囲には、集合が巡らされる。 主体部の埋葬施設及び副葬品は未調査のため明らかでない。また、墳球周囲には倍長と見られる古墳後期の築造も知られる。この名号古墳は古墳時代中期前半の5世紀前半頃の築造と推定される。築造当時としては、あの小川流域で最大級の主張墓であり、規模、墳景の点で当時の政治的背景を考察する上で、 重要視される古墳である。古墳域は1952年に国の史跡に指定されている。墳長古墳の規模は次の通り。墳形については、主球に前方部、後方部を持つ、双方中方墳とする解釈もあるが、今日では、方墳の前後に作り出を伏すとする解釈が、一般的である。倍長二号墳名号古墳の周辺では5期の、方墳が認められており、これらは、 名号古墳の倍長と推測される。各古墳の詳細は次の通り。いずれも主体部の埋葬施設及び副葬品は未調査のため明らかでない。なお4号墳の西側には6号墳があったと言われるが、昭和30年頃の開墾で消滅している。また主墳と2号墳の間及び西辺外側には、気段上地の痕跡が認められており、再出の可能性が指摘される。 ありがとうございます。